岩渕亮太選手に来ていただきました。さあ、コナミ月間 MVP おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。率直な、ね、校長岩渕選手、今の率直なお気持ちを教えてください。まあ、本当嬉しかったですね。こう、これからの、これからのっていうか、まあ、自分のサッカー人生の励みになったような、勝利だけだと思うんで、まあ、またさらに、あの、上を目指すというか、これから、こう、優勝とかね、こう、勝利。優勝とかそういうものを目指したいなっていう気持ちになりました。はい、本当にキレキレのね、先生、本当あれですけれども、そうですね、10月の岩渕選手、どこがすごかったっていうのをご紹介ください。10月の岩渕選手は、10月の3日の熊本戦あたりからね、あのスタメンにこうパッとこうつくようになって、でさらにその10月内で5試合あった中で4ゴール1アシストっていう成績も収めつつ、ちょっといろんなところで記事にもなったりだとか、スーパーゴールなんかも生まれたりだとかってこともありましたよね。とさらにはあとチームとしても、J315 チームの中でトップの13得点なんていうところも生み出せる、その中のやっぱ中心メンバーの一人っていうのもいろいろあったのかななんてちょっと思ったりするところでもありますね。岩渕選手もたくさんのゴール決められたと思うんですけど、10月、はい、どのゴールが自分ではこれ俺やったったなっていうゴールなんですか、一番。まあ、やっぱり、はい、あの宮崎製のゴールは、まあ、自分のこうイメージとこう、はい、その実際にプレーしたプレーがもう本当、うん、マッチしたというか、もう本当にイメージ通りのゴールだったんで、まあ、あれは気持ちよかったです、ね。まあ、でもどのゴールもこう良かったんですけど、宮崎のゴールはクロスにダイレクトで合わせてループ気味の何ですか、ドライブ回転みたいなのもかかってるわけですか。そうですね、まあ、風もあったんで、はい、あれ、まあ、風がなきゃ狙えなかったと思うんですけど、風もやっぱり計算に入れた上での、そうですね、すごい、あれは超気持ちよかったと思うんですけど、あの今まで決めてきたゴールの中でないぐらいですか、生涯で、生涯で、はい、いっぱい決めてると思うんですけど、やっぱりその勝利に結びつくゴールとかやっぱり残ってるところがあるはあると思うんで、はい、誰でも、まあ、だからそういう意味ではあれなんですけど、まあ、でもその思い出に残るゴールではあります。なるほどね、足に感覚が残るとか言いますけど、そういう意味で言うと、あの、はい、今シーズン初ゴールになりました、あの沼津戦の1点目、はい、あのディフェンダーふわっとかわして決めたやつですよね、あれはどうでしたか。まあ、そうですね、あれも、まあ、今シーズンゴールがなくて、はい、まあ、初めてスタートで使ってもらって、まあ、前の試合も負けてたので、はい、どうしてもこう自分もこう結果が欲しかったところでのゴールだった、まあ、そういう、なんていうんですかね、そういう背景も含めて、うんうんうん、嬉しいゴールでした。あそこからちょっと流れがご自分の中でもできてったっていうのがあったわけですか。そうですね、あそこでこういい勝ち方ができて、まあ、自分もゴール絡めたっていうのがこう、まあ、10月、はい、波に乗れた要因だったと思います。僕素人ながらね、やっぱりその、僕もちっちゃいんで、あのアジリティちっちゃいって失礼ですけども、あの井上選手対面のちょっと吹っ飛ばしてからのかわしてのゴールだったじゃないですか。あれやっぱちびっこはあれやりたいと思うんですけど、どうやったらできるんですか、あれは。まあでも駆け引きっていうか、はい、苦手そうなプレー、相手が苦手そうなところをつくとか、そういうのはやっぱり考えていけば、そのサイズとかはあんまり関係ないかなっていうのは。へー、はい、まあ、でもその代わりそういうのが考えれなかったらもうすぐ潰されるし、あ先に一回腰当ててね、ちょっとあのグラッとさせてからでしたもんね。そうですね、なんかそういう駆け引きもうまくいったゴールだったんですね。さすが経験を感じさせるゴールでしたし、その意味でサイズ関係ないっていう意味では、その日のうちにヘディングシュートもね、コーナーキックから2点目決めましたけども、ヘディングっていうのは結構ご自分の中では得意。ヘディングが結構好きなんです。あ、そんな大きくないけど、はい、なんかコーナーに突っ込んでいく感じとか、そのクロスに対してヘディング合わせに行くとかが結構好きで、はい、なんか あれもあのゴールもこう思い切って自分のとこ来ないかなっていうので走り込んだんですけど、はい、まあ、自分のその入っていく感覚も良かったのもあるんですけど、うん、それ以上に球が良くて、ボールが良くて、鈴木選手のね、もう、
なんか自分のとこに向かってきてくれ、向かってきてくれて、その向かってくれたみたいな感じたんですね。あれその時でしたっけ、これなんか出てましたよ。あ、それも、はい、それはですよね。これあれはなんかちょっと、いや、あの奥さんと約束してて、あ、そうなんですね。そうなんですね。これはあまり詳しく、詳しくちょっとやってみようかみたいな。なんですか、なんか意味があるんですかこれは。あ、そうです、なんか見てる番組、もう毎週見てる番組 の、はいはい、その出演者の人がやるポーズ。ケンコバさんですか。いや違います違います。あ、違うんですね。違いますけど、はい、それのあるんですね。あ、そう、すいません、なんかプライベートなことね。いや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 、あとで編集はいくらでもできますんで、あの言ってください。プライベートなね。大丈夫、そうですか。あとあのセレモニーなんかもね、今年は盛岡選手がありました。あれもやっていただいて。そうですよね、もうキャリアも積み重ねてますけど、今年のチームはあのやっぱり岩渕選手スタメンで出るようになったタイミングで、うん、やっぱりこう攻撃的になって得点もたくさんっていう、はい、見てて面白いチームになってると思うんですけど、どうですかそのあたりはやってて。そうですね、まあその前期と後期でガラッと変わった部分はあるんですけど。そうですよね、そのまあなんていうか、まあ、アグレッシブなになったかなとは思いますね。その選手のプレーの選択とか、うん、はい、そうなんていうかチャレンジ精神がまあちょっと増えたのかなと。そこがこううまく、特に攻撃の部分ではうまくいってるんで、そこ得点は本当に増えましたし。そうですもんね、見ててこう面白いサッカーにこう、まあ、まだまだなっていくと思うんですけど、なんかやってる皆さんも楽しそうにやってるっていう話を界隈の方からもすごい聞くんですけど、うん、まあ、そうですね、まあそれしながら勝つってところが一番だと思うんですけど、まあでも何ですかね、あのこれからさらに磨けばもっとこう楽しいサッカーにもなると思いますし、うんうん、その中で勝つっていうところですね。そこにこだわってたらもっとさらに楽しくなると思います、はい、なるほどな。自分のプレーの一番見てほしいところってどんなところですか、残りのシーズン。そうですね、まあ、まあゴールに向かっていくようなプレーっていうところですかね、うん、もう常にこう前を選択するようなプレーというか、はい、あのパスだったりドリブルだったりシュートとか、そこで違いを出せるラッキープレーを目指してます。違い出せてますもんね、まあ、今なんとなく負けてましたでもそれこそあのプレーされてる時にやっぱりこうやっぱりフォワードの方でなんか調子いい選手ってボール受ける前ぐらいから絶対こう横とか後ろとか見るんじゃない、何が何でもこう前を見るなんて話聞いたことがあるんですけど、まさに今岩渕選手それができてるのかなっていうか、なんか絶対そこ意識されてるんだろうなっていうのがプレーからもなんか見てて、そうですね、こう自分にボール入った時にもう、まあ、これは特にうちの場合はもう周りの選手が自分に対してサポートしてくれるっていうのが大きくて、まあ、それがこう自分の駆け引きの材料にもなってるし、あ、なるほど、なんかそういう周りとの兼ね合いが本当にいい時は自分がこう前向きプレーコンビネーションを出せてっていうのがあると思うんで、まあ、自分一人でこうできるタイプではないんですけど、まあ、そこはもう本当にチームのみんなに生かされてると思います。一人挙げるとすれば誰がやりやすいとかあるんですか、なかなか、ね、みんなですとしか答えようないと思うんですけど。そうなんですよ、みんなですよ、ね、でも、ええ、でもそのあんまりこうやりづらいとかっていうのは ないというか、はい、こう自分がこう合わせなきゃなっていうのも考えてるところですし、はい、うんうん、本当に生かし合う策をこう誰とでも探してやっていきたいなっていうのは思います。誰とこうユニット組んだとしてもお互いをこう生かし合いながらアグレッシブにこう前進することができているのが今の藤枝ってことなんですね。そうですね、それがこうできてるときはこういう時であのいい策ができてる。なるほどね、取り組んでることとかあえてここから残りシーズン伸ばしてここをうまくやりたいなっていうところのポイントとか教えてください。そうですね、まあ今のものをもうさらに質上げていくとか、うんうん、やっぱり究極を目指すじゃないですけど、うん、まあ、その
攻撃の部分、特に攻撃の部分でこうさらに質の高いものを、より質の高いものをっていうので毎試合やってきたね。その中で勝つところを目指してます。なんかね、先生、あの表情を見ててもね、岩渕選手すごく今充実されてるような感じもまさにするんですよ。いや、そんなこともないですそうですまだまだですか。まだまだですね。ってことは11月より得点を量産なんて。そうですね、まあ、自分も点取りながら、やっぱり勝つってところに一番こだわりたいですね、まあ、直近の試合も負けちゃったんですけど、鳥取戦ですね。ただ鳥取戦ね、10月からこの選考基準からは11月だからあれなんですけど、そこでもね、ワンゴールは決めてますもんね。そうですね、もうそこも決めれたんですけど、やっぱり勝てないとやっぱりなんていうんですか、ね、まあ、そうですよね、ゴールも振り返りにくくなっちゃう、納得できないっていうところもあるし、その勝つっていうところにもっとここだってやってきてね、はい、もあります。なるほどですね。ちょっといただきましてお人柄にも迫りたいなと思いますけれども、あの藤枝も4シーズン目になって町にも慣れてどうですか、魅力とか。藤枝、はい、素晴らしいところです。ぜひ遊びに来ました。はい、このあたりがやっぱりね、あの風景とかもめちゃめちゃいいし、スタジアムのね上からこう、うん、茶畑見たりね、はいはいはい、あの辺の雰囲気もいいですけど、あのうちのスタジアムは、はい、ここかなりいいスタジアム、めちゃくちゃいいと。はいはい。あ、やっててもやりやすいというか、はい、こう。すごいコンパクトで、こう、なんていうんですか。あの、やってて楽しいです。綺麗な芝生ですし。はい。美味しいものとかは、なんか、何が好きですか。美味しいものやっぱり、何て言うんですか。お菓子ですか。お菓子、お菓子、お茶、お茶。あ、お茶、お茶、お茶、そうですよね。飲みますか、よくお茶は。はい、お茶はそうですね、たまに飲みます。あ、たまにそうですねいいですね。あのプライベートこう出かけて、まあコロナ禍もありましたもんね。そうですね、プライベートですけど、なかなか、割と練習以外はこうお家でいたりする。家でもうサッカー見たりします。あ、それ多いですね。もうあれですか、世界中のやつを見てるわけですか。プレミアリーグとか、まあ、チャンピオンズリーグとか、まあ、見てますね。あ、女子アーセナルもやっぱり見てるわけですか。女子アーセナルはあれです、あの妹のゴールシーンとかめっちゃ見てます。あ、そうですよね。YouTube とかで探して。あ、そうなんですね。このあのプレー集とか、はい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 、試合ごとにチェックしてます。あ、なるほどな。これ兄弟でやっぱりそうやって、あの人よかったねとか、お兄ちゃん決めたねとかというのは送り合ったりしてるわけですか。結構連絡くれるんですよね、決めた後。うん、あ、チェックしてくれてるみたいで、はい、試合も。はい。お兄さんも返したりするんですか、チェックして見つけた後は。僕はもう、なんかあいつ点取ったりするのは、もう当たり前みたいになってて。すごい。まんま送ってないです。いい関係ですね、そうですか。仲良しだ。そっかそっか。でも、あの、スタジアムにもお客さん戻ってきて。うん、なんかこう応援もねこう高まってきてますけれども、はい、なんか残りシーズンどうこのホームのサポーターに伝えていきたいっていうか、なんか届けたいものってありますか。そうですね、まあ繰り返しになるんですけど、はい、まあ今のサッカーをこうよりこう何ですかね、突き詰めていって、うんうん、こう見てる人にも楽しんでもらえるような、で自分たちも本当楽しみながら、はい、こう魅力あるサッカーを目指していくので、うんうん、その中で勝利も期待してもらって、残り4試合ですけど、はい、本当に全力でもう毎日の練習から取り組んでいきたいなと思います。はい、ありがとうございます。YouTube 結構見られたりするんですか？僕らのこの動画って。あ、見たことあります。見たことあるんですか？わ、マジですか？本当ですか？ありがとうございます。本当に岩渕選手ずっと応援してますっていうか。もちろんでございますありがとうございます。またなんか折に触れて出ていただきたいな、なんて。そのあのやっぱプレイヤーの方の声聞きたいんで、今日なんかはね MVP っていうことで、うん、すごい緊張しながらいつもあれ聞いてるんですけど、なんか逆にこれ聞いてくれればこれ言いたいみたいなのあったら、ここはうまく編集しますんで。いやいや、何でも何でも、もう何でも聞いてもらってそうですか
引き出してもらいたいです。ああ、そうですか。なるほど。ありがとうございます。ちょっといいですか、先生の方が、はい、私から、はい。この間ちょうど宮崎戦でしたっけ、原博美さん、はい、いらっしゃってましたよね。はい。ちょうどスーパーゴールも決めてってところでもあったと思うんですけど、はい、なんかそこで、原さんとどんなお話とかされたのかなってちょっとお伺いしたいなっていう。これ、僕、実は、その、原さん、原博美さんの息子さん二人いるんですけど、はい、僕の幼馴染みというか、そうなんですね。が一緒で、うんうん、小学校、中学校が一緒で、上の大悟くんって今、はいはい、実況とかやってる、はいはい、大悟くんは僕同じチームで、そうなんですか、一緒にサッカーしたりとか、そか明日も、はいはい、下も一緒にサッカーしたり、その小学校終わった後毎日遊んだりとか、そういうこともあって、ってことは原博美さんっていうよりかは、うん、幼馴染のお父さんっていう感覚なんですね。もう全然原博美さんあ、そこは違うんだこれを着てそのお久しぶりですっていう感じで、お頑張ってねっていう感じでした。あ、もう本当そんな感じで、でもそんな友達のお父さんっていうよりはもう本当に急に背筋が伸びてる感じが、やっぱりそういうのあるんですね。そこはもう、はい、リスペクトなんですけど、まあ、そういうこともあって、昔から知ってもら、こう知ってもらえてたんで。そっか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 、なるほどなるほど。先ほどやっぱり得点力がこう上がったって話はちょっとねさせていただいたかなと思うんですけど、今ちょっと調べてみたら、いわゆる東京オリンピック明け、中断明けのところで見ると10試合26得点、1試合平均 2.6 点取ってるってので、これ J ナンバーワンなんですって。あ、藤枝が。そう、藤枝、一応マリノスも同じぐらいではあるんですけど、これやっぱりこうね、見ていただいてる皆さんにこう知っていただきたいなってところもあるから、はい、その中でもこういろんなこう攻撃あると思うんですけど、今の藤枝でこう、まあ本当にあらゆる得点パターンあると思うんですけど、この得点パターンよりちょっと見てもらいたいぜみたいなものとかってあったりしますか？そうですね。沼津戦の、うん。2点目、うんうん、ぬくいが決めたゴールなんですけど、あれはキーパーからこうビルドアップ始めて、はい、こう一歩ずつラインこう自分たちの確かに言葉で越してったゴールなんですけど、あれが一番こう自分たちが目指してる形なのかな。久保選手からぬくい選手ですよね。そうです、久保から最後折り返しで、サイドの選手からサイドの選手が決めたっていう。そうですね、ですね、そう押し込み本当こう相手をこう引き出しながらビルドアップして剥がしていって、うん、で最後もコンビネーションでっていう。いやー、そうか、あれは多分一番こう自分たちの理想的なゴールだったんじゃないかな。藤枝のそれこそ組織攻撃というか、すごく面白いなって思うのが、まあ、他のチームでやってるところもなくはないけど、ゴールキーパー杉本選手がセンターバック脇まで行くじゃないですか。はい。あそこから始まるっていうのがやっぱり面白いというか、こう、なんかパッと一元さんというか勝手に、なんかパッといきなり見たりすると、え、ゴールキーパーがセンターバックやってるのみたいな感じになって、そんなフォーバック形成されたりするから、はい、そこからなんかね、やっぱなんでだってことで、やっぱ一枚ずつこう相手のこうポジションとかプレスがずれていくってところの様で、スッてこう攻撃始まっていくのはちょっと面白いなってのがあるので、そうですね、そこは狙いとしてるところ、やっぱ狙いなんですね。はい。いやー面白いな。具体的に須藤監督に変わられて、うん、そこの部分ですか、一番変わったのは。そうですね。大きく変わった部分はそこかもしれないですね。こう本当にこうビルドアップで、なんていうんだろう、ボールをこう自分たちで大切にする、うん、はいはいはい、アバウトなボールに頼らないっていう、うんうん、ところは、こう今まで長い、まあ、僕来てからですけど4年間でも藤枝にはなかった部分だと思うので、うん、明確狙いを持って先に、まあ、そういう意味でもこう大きく変わった部分は、そこで一番今点取ってるのが岩渕選手ということですからね。
ありがとうございます。すいません。なんか何とも言いにくいね。ごめんなさい。はい。あ、一人。僕の仕事だと思うね。ありがとうございます。すごくなんか謙虚でね、中田なんですね、岩渕選手は。いやいや。全然そんなことないですよ。ストライカーだからゴリゴリなのかなとは思ってなかったですけども。ね。すごい真面目な方。ご自分ではどうですか。自分のパーソナリティはどう分析されてるんですか。いや、まあ、難しいですよね。難しい人だと思う。難しい人。難しい人。そうですか。なんか、はい。あ、そうですか。割と理屈っぽいってことですか。理屈っぽいとかそういうことじゃないんでしょ。あー、理屈っぽい、まあそういうもとこもありますね。理論感覚で言ったら理論の方ですか。プレーは結構感覚なんですね。はい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 、なるほど。性格はどうなんですかね。合わせ持ってる。何て言うの？何ですか？妹の方に聞いてもらって。どうやって聞けばいいんですか？自分じゃ難しいです。なるほど。そうですよね。わかりました。いやいやいや。ということで、MVP、非常におめでとうございました、はい、ということで、ぜひね、また、お会いしたいので、ぜひまた。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。藤枝サッカー面白いんで、そういうお伝えもしたいと同時に、またご活躍も期待しておりますので、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、藤枝のファンさんならず、だけでなくですね、全国のサッカーファンの皆さん見てると思いますので、ぜひメッセージを最後にお願いします。今月じゃない、10月か、10月 MVP いただくことができたんですけど、まあ、これからさらに、活躍したいですし、一応31なんですけど、はい、まだまだこう25ぐらいの気持ちで、選手としてこう大きくなっていきたいと思ってるんで、はい、自分のプレーをぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、月間 MVP10 月は、藤枝 FC の岩渕亮太選手でした。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。